平将門の復活は魔界に大きな衝撃を与えた。黒魔術軍名古屋三三郎は道満と手を組み、勢力の衰えの隠せない情勢を打破すべく久喜義高を呼び寄せ冥界軍に攻め入る。あと一歩のところまで追い詰めるが、魔界少女剣の乱入で形勢は逆転。窮地に陥った三三郎たちを救ったのは魔界衆であった。一方、里見の陣に攻め入ったのはフロイスと真田重勇士の冥界連合軍。攻め立てる連合軍の前に苦戦を強いられる里見軍であったが、そこに新たな発見師犬田古文吾が登場する。古文吾の登場で勢いづく里見軍であったが、ケノが葵を刺したことにより猿飛びサスケが覚醒し、鶴姫をかばい安成が刺される。生命高草は滝夜叉たちの行動を抑え込もうとするが、最後に滝夜叉を制したのは藤原の住友であった。しかしその住友もまさに魔界を悲劇が覆い尽くす。